まずはベイスターズの先発深沢、横浜スタジアムのマウンドに上がります。どう抑え込んでいくのか注目です。赤星さん、バッター目線で相手ピッチャーの立ち上がり、どこに注目されているでしょうか。そうですね、どれくらい投げたいところにコントロールできているかに注目したいですね。あ、なるほど、制球力ということですね。外れましたけどいいボールですよね。はい、低めは変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。バッターは2番に入っている糸原。深沢、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。深沢、間に合うか。ワンアウトランナー一塁です。打席には3番バッターマルテ。ヒットでランナーを一塁に置いています。もちろん併殺狙い、外に逃げるようなボールでした。これが4球目、引っ張った。これはサードライナー。打席には5番バッター大山。ツーアウトになっています。次が2球目、ファウルになります。低め外れました。いい当たり、ショートの横抜けた。ファーストランナー、セカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ベイスターズピンチになりました。ツーアウトランナー三塁二塁。さあ、そしてバッターボックスには陽川が入ります。さあ、先制のランナーを得点圏に背負います。緩いボール決まっています。膝元、ワンボールツーストライクです。空振り三振、ここは投げ勝ちました。バッテリー三振でなんとかこのピンチを切り抜けました。ご覧いただきましょう。先に点を取られそうな場面でしたが、ここは三振を奪いました。2回の表、タイガースの攻撃。打席には6番バッター佐藤。ベイスターズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。キレがありますよね。はい、変化球空振り、ワンアウトです。バッターは7番に入っている梅野。深沢、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上、深沢、そしてキャッチャーは伊藤。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。西さん、この辺りいかにピッチャーを変化球で空振りを取ります。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。8番バッター中野。ツーアウトランナーありません。初球ストライク、いいボールですね。はい、アウトコース変化、三振です。スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。初の高橋がバッターボックスです。ピッチャーが相手でも気を抜かず、きっちりアウトを取りたいですね。そうですね。釣り玉でしたけど見極められましたね。高めの釣り玉でしたが振りません。外れています。打ちました。セカンド取る、アウト。ワンアウト。打順はトップに帰って近本。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。深沢、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ、これで決まるのか。これはバット出ず三振です。打席には2番バッター糸原。先ほどの打席は内野安打でした。ツーアウトランナーありません。低めの変化球は決まりません。わずかに入りません。切れてますよね。アウトローの変化球、インコース詰まりました。伊藤が掴んでスリーアウトです。この回